平野翔、サマーソニック2024で見せた。平野翔の魅力を、サマーソニック2024映像で徹底解剖。平野翔、海外進出の可能性は平野翔、その名前を耳にするだけで、多くのファンが心を躍らせます。彼の魅力は多岐にわたりますが、その中でも最も際立つのが、圧倒的なパフォーマンス能力と、見るものを引き込むカリスマ性でしょう。 2024年の夏フェス、サマーソニックでのステージは、まさにその象徴でした。彼のパフォーマンスは、単なるダンスや歌を超えたものであり、一瞬一瞬が観客の心に深く刻まれる、まさに、魔法のような瞬間でした。彼の動きは、力強さとしなやかさを兼ね備えており、一つ一つのステップがまるで計算された美しさを持ちながらも、自然な感覚で流れていく。 まるでダンスそのものが彼の体と一体化しているかのような印象を与えます。この自然さは、何年にもわたる訓練と努力の賜物であり、彼の卓越した体感と表現力が支えているものです。しかし、平野翔のパフォーマンスは単に技術的な面だけで評価されるものではありません。彼の持つ、余裕がファンを引きつける大きな要因の一つです。例えば、ステージ上で彼が時折見せる軽やかな笑顔や、 観客とのアイコンタクト。その一瞬の仕草が、まるで彼がステージを完全に支配し、同時にその場にいる全員を巻き込んでいるかのような感覚を生み出します。このような、余裕は、ただ技術的に上手なダンサーであれば誰もが持てるものではなく、彼の独特な魅力と言えるでしょう。そして、この余裕感が、ファンにとっては彼をより人間的に感じさせる要素でもあります。ステージ上のカリスマとは対照的に、 時折見せる素朴な一面や不器用な瞬間が彼のギャップ萌えとして話題になることもしばしばです。パフォーマンス中の完璧さと日常の中での天然な言動の対比が彼をただのアイドル以上の存在にしています。このような多面的な魅力を持つ平野翔ですが彼がこれまでに歩んできた道のりは決して平坦なものではありませんでした。多くのファンは彼の現在の成功を見て その背後にある努力や困難を見逃しがちです。しかし、彼自身がインタビューなどで語るように、その背後には数えきれないほどの試行錯誤と挫折がありました。例えば、ジャニーズ事務所に所属していた時期から、ダンスや演技に対する真剣な姿勢は一貫していましたが、彼が常にトップの座にいたわけではありません。若手時代には、目立つ役割をもらえないことや、 技術的な面で他のメンバーに劣っていると感じる瞬間もあったと語っていますそれでも彼は決して諦めることなく自分を磨き続けましたその結果彼のダンスや演技は年々進化し現在のようなカリスマ的存在へと成長したのですまた彼の成長には彼がこれまでに共演してきた多くの先輩アーティストやプロデューサーたちの影響も大きいと言われています 彼は常に周囲から学ぶ姿勢を持ち、自分をさらに高めるための努力を惜しみませんでした。例えば、あるインタビューでは、彼が尊敬するアーティストの一人として嵐の大野里氏を挙げ、彼から多くのことを学んだと語っています。大野里氏のダンススタイルは、シンプルながらも緻密で、その一つ一つの動きに意味が込められています。平野は、そのような動きに魂を込める。 姿勢を自分のスタイルにも取り入れようと努力し続けているのですさらに彼の演技に対する情熱も彼を一段と際立たせる要素の一つですダンスだけでなくドラマや映画での演技にも力を入れそこで見せる彼の表現力はファンをさらに魅了しています特に彼が主演を務めた映画 we love やハニー』では彼の演技力が大きく評価され若手俳優としての地位を確立しました これらの作品を通じて、彼は単なる、アイドル俳優ではなく、本格的な俳優としての評価を得るようになりました。そして、彼の未来について考えるとき、多くのファンが期待しているのは、彼のさらなる国際的な活躍です。近年、日本のエンターテインメント業界はグローバルな視点での成長を目指しており、平野紫のような多彩なアーティストが海外市場で成功する可能性は非常に高いと言えます。 実際、彼のスタイルやパフォーマンスは、日本国内だけでなく、海外のファンからも高い評価を受けています。特に SNS を通じて、彼の映像や音楽が世界中のファンに広がり、彼の人気は国境を越えて広がっているのです。彼が今後、どのような形で国際的な舞台に挑戦するのか、多くのファンがその動向を注目しています。しかし、 国際的なな成功を目指す上での課題も少なくありません。例えば、言語の壁や文化の違いは、日本のアーティストが海外で活動する際に避けて通れない問題です。平野自身も、これまでのインタビューで、海外での活動には準備が必要だと語っており、言語学習や文化理解の重要性を認識しています。それでも、彼の持つ柔軟な感性や努力家としての姿勢からすれば、 これらの課題も乗り越えていくことでしょう。そして、何よりも彼の持つ、表現力は、言葉の壁を越えて世界中の人々に届くはずです。彼のダンスや演技には、言葉を超えた感情やメッセージが込められており、それが彼の最大の強みでもあります。このように、平野章は今後もますます成長し、さらなる高みへと進んでいくことでしょう。彼の未来には、 ままだ見ぬ多くの可能性が広が広っていますそして、その一つ一つのステージや作品が、彼のこれまでの努力と情熱の結晶であり、ファンにとっては大切な思い出となることでしょう。彼のパフォーマンスは、ただ観客を楽しませるだけでなく、彼自身の人生や価値観、そして未来への挑戦を体現しています。平野翔のパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、 彼自身の成長物語をも映し出しています。彼がダンスを通じて表現する動き一つ一つには、過去の経験や試練、そして未来への期待が込められており、それがファンにとって特別なものとして響いているのです。特に、彼がステージに立つたびに感じさせる、余裕と、自然体の背後には、膨大な練習や自身との向き合いがあることは間違いありません。彼は一見、 スムーズにキャリアを進めているように見えますが、その背景には数多くの失敗や挑戦があったはずです。例えば、彼がダンスや演技を完璧に見せるためには、毎日のように繰り返される厳しいレッスンや身体的な鍛錬が必要です。さらに、平野自身がこれまで直面してきたプレッシャーや期待は、想像を超えるものだったでしょう。ジャニーズ事務所の一員として、常に高いパフォーマンスを求められ、 ファンやメディアからの視線が絶え間なく注がれる中で、彼はどのようにして自分を保ち、進化してきたのでしょうか。その答えは、彼の強い精神力と、目の前の課題に対する真摯な姿勢にあるのかもしれません。平野翔はしばしば、天然と言われることがありますが、これは彼のリラックスした人柄を表す一方で、彼が自分を偽らず、常に自然体でいることを意味しているのかもしれません。多くのアイドルや俳優は、 メディアやファンの期待にいらえようとする中で、自分自身を見失ってしまうことがあります。しかし、平野はその中でも自分の本当の姿を大切にしているようです。彼の言葉や行動には常に正直さがあり、それが多くの人々に共感を呼んでいます。これこそが彼が愛される理由の一つであり、ファンが彼を手の届く存在として感じられる要因でしょう。また、 彼のキャリアにおけるもう一つの重要な側面は、彼のリーダーシップです。彼はソロ活動のみならず、グループ活動でも中心的な存在としての役割を果たしてきました。特に、ダンスパフォーマンスにおいては、他のメンバーとの連携や調和が求められます。平野は、そのバランス感覚に優れており、自分が前に出るべき時と、他のメンバーを引き立てるべき時を巧みに使い分けています。 このようなリーダーシップは、彼が単なる技術者ではなく、チーム全体を見渡しながらパフォーマンスを構築できるアーティストであることを示しています。彼のリーダーシップは、特に大規模なステージでその進化を発揮します。例えば、サマーソニックのような大規模な音楽フェスでは、一人一人の観客に向けてパフォーマンスを届けるだけでなく、全体のエネルギーをコントロールする必要があります。観客の反応を見ながら、 その場での瞬間的な判断や修正を行うことが求められる中で、平野はそのプレッシャーをものともせず、常に最善の結果を引き出してきました。これは彼が持つ天性の才能だけでなく、日々の努力と経験の積み重ねによるものです。さらに、彼の国際的な視野についても触れざるを得ません。日本国内だけでなく、海外でも人気を博している彼は、今後ますますグローバルな活動が期待されています。 特に、最近のエンターテイメント業界では、K-POP などアジアのアーティストが世界的に注目されており、日本のアーティストもその流れに乗りつつあります。平野は、その先頭を走る一人となる可能性が非常に高いです。彼のダンスや音楽、演技のスキルは、国際的な舞台でも十分に通用するものであり、ファンの間では、いつか海外進出を果たすのではないか、という期待が高まっています。しかし、 彼自身も語っているように、海外での活動は簡単なものではありません。言語の壁、文化の違い、そしてエンターテイメントに対する価値観の差異など、超えなければならないハードルは多くあります。それでも、彼の持つ適応力や学習意欲、そして何よりもファンへの愛情があれば、これらの困難も乗り越えることができるでしょう。彼が常にファンのことを第一に考え、 パフォーマンスを通じて感謝の気持ちを伝えようとする姿勢は、国境を越えて多くの人々に共感を呼ぶはずです。そして、彼のこれまでの経験や実績から考えると、平野翔はまだまだ進化し続けるアーティストです。彼の持つ可能性は無限大であり、どのような挑戦にも果敢に立ち向かう姿勢は、多くのファンに勇気と希望を与え続けています。彼の未来は、輝かしいものであり、 これからも私たちは彼の活躍を楽しみにし続けることでしょう。彼の一つ一つのステージや作品が私たちに感動を与え、また次の作品への期待を膨らませることでしょう。